皆さんこんにちは。 Easy Japanese へようこそ。この番組では毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りします。もっと自然な会話を覚えたい、でも映画やテレビでは難しすぎるという方に、台本なし編集なしのより自然な日本語をお届けします。ポッドキャスト、YouTube にチャンネルがありますので、お好きな方でお楽しみください。今日もよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。今日は8月30日月曜日です。もう8月もね、終わりに近づいてきましたね。今日の天気は晴れです。夏らしいとても暑い一日で、天気もねとてもいいです。今日は午前中ちょっと散歩、公園に行って散歩とかねしたりとかすることもできて、で今はね午後3時くらい、まだまだ暑いですね。昨日はね YouTube でライブ配信をさせていただいたんですけど、その内容っていうのが YouTube の方でね、チャンネル登録が、1000人になったということで、ありがとうございますっていうライブ配信をしました。ポッドキャストの方はね、もともとポッドキャストの方が聞いてくださっている方の人数が多いので、で、特にこう何人とか出たりもしないし、普通に聞いていただければ、今まで通り聞いていただければ嬉しいなって思うんですけど、YouTube の方はそういう感じになりました。で、ここ2回、3回くらいのエピソードで、YouTube の方でね、字幕をつけますっていうのをやってたんですけど、やっぱりね字幕つけるのがなかなか大変で、字幕をつけようってなると更新できる日とできない日がやっぱりある。で、特に忙しいとなかなかできないっていうのがあって、そうすると元々のコンセプトとちょっとずれてきてしまうので、こう毎日更新するっていうのが元々アイディアとしてはあったので、できる時はつけるし、できない時は諦める。ただ、更新をしていきたいっていうようなスタンスにちょっと変えていこうかなというふうにも思ってます。時間がある時だったらね、毎日できるだけ字幕もつけたエピソードを更新できたら嬉しいなと思うんですけど、なかなかそうですね、その状態だと昨日のやつ字幕つけなきゃとかね、そういうことがあって、次のエピソードはどんどん溜まっていってしまう状態で、更新ができなくなっていくので、それはちょっと違うのかなっていうのを思ってまして。なので今日は試しにね、また元の状態、いつも通りのエピソードに戻してみようかなと思います。その状態でも YouTube の CC っていうところを押してもらうと、 YouTube の方で自動的にね、この喋っている声を、分析してというか、そういうので、字幕が出ますので、そっちの方をね、見ていただければ嬉しいなというふうに思っています。今日は月曜日なんですけど、あれですね、平和な一日というか、本当に天気が良くて、暑いんですけど、昨日までちょっとバタバタしていたんですけどね、お仕事とかで。今日はゆっくり休めそうな一日ですね。最近は何でしょうね、緊急事態宣言というような、とか、そういう、それに似たようなあれが出てるっていうことで、なかなかお仕事もお休みになりがちだったりとか、家にいることが多くなっているんですけど、そういうわけでうちのね奥さんと一緒にドラマとかね、海外のドラマとか、日本のドラマとかもそうなんですけど、できるだけちょっとずつご飯の時とかに1日1話とか2話とかをずつを見て、アニメとかもちょっと見たりしてるんですけど、そういう感じでね、家にいる時間を楽しんでます。結構皆さんも日本語をやっぱり勉強されてるっていうことなんで、好きなねアニメとか、前にもそういうお話したんですけど、あるかなと思うんですけど、よかったらコメントとかメールとかで教えてください。そしたらね、僕もちょっと見てみようかなって思うので。音楽のこととかも前聞いたんですけどね。そういうのをまた送ってくれたら嬉しいなというふうに思っています。さて、8月ももうすぐ終わって、で、あさってから9月にまたなっていきますけれども、9月になるとやっぱり日本ではね、やっぱ食欲の秋とか、読書の秋とかね、なんか秋の夜長っていう風に言って、だんだんこう夏はね夜まで明るいですけど、秋になってくると日が暮れるのがだんだん早くなってきて、夜が長くなっていくっていうので、夜のその時間に読書をしたりとか、あと芸術の秋とか言ったりしますけど、絵を描いたり、なんかそういう、音楽を楽しんだり、映画とかを楽しんだりするっていうのもそういうのの一つかなとは思ってるんですけど、そういう時期に入ってくるので、僕は結構秋は好きなんですよね。どちらかっていうと、春もいいですけどね。秋いいですよね。秋、あと食事が美味しい。ので、なんだろうな、食べ物がやっぱり野菜とかも収穫されて、キノコとか、何でもそうですけど、秋のご飯美味しいですよね。秋の味覚って言っても栗とか、柿とかね、果物でもそうですけど、秋はやっぱり食べるものがいっぱいになってくるので、とても楽しみにしてます。皆さんの国や地域はどうですかね。8月なんで、北半球は夏、南半球は冬ということで、そういうような感じで進んでるかなって思うんですけど、僕の住んでる地域だと、結構9月に入ったらだんだん涼しく寒くなっていくっていうのがあって、これも日本の中でも場所によりますけど、やっぱり大阪とかね、名古屋とかは暑いってもともと言われてる街、京都とかもそうですかね。暑い街は9月でも10月でも残暑といって暑さが残る。で、10月ぐらいまで暑いのかなって思うんですけど、僕の住んでる長野県は山の中にあるので、もう8月もね、今後半になって、すでに夜とかは寒いくらいなんですけど、これからどんどん寒くなっていって、そして山のね、木々が、黄色とかね、オレンジとか赤とかにやって色づいていくと。で、紅葉の時期がそろそろ来るということで、僕は写真を撮るんですけど、やっぱり紅葉とかも綺麗だし、そういう時期になってくるとね、写真を撮りたいよっていう人も増えてくるので、そういうところも合わせてね、楽しみだなというふうに考えています。で、昨日のね、ライブ配信の時に、せっかくだから撮った写真とかも見せてくださいよみたいなね、そういうお話がちょっと出たので、そういうのをちょっとお見せできる方法をちょっと考えていきたいなと思っています。今日はそんなことですね。もうすぐ秋、夏の終わりというかね、そんなお話でした。夏の終わりっていいですよね。ちょっと寂しいんですけど、日本は結構、秋を迎えるのは楽しみではあるんですけど、やっぱり暑かった夏が終わりを迎えていくっていうことに対しては、割と音楽のね、歌とかもそうだし、映画とか、あとは本当に本とかね、そういうのも多いんですけど、割と夏の終わりは寂しくて別れみたいな、そういうようなニュアンスが日本にはあります。皆さんの国や地域はどうですかね。日本だと、やっぱり桜の時期、4月、3月の終わりですね。3月の終わりと、この8月の終わりぐらいっていうのは、なんかどちらも、別れの時期みたいな。もちろんね、春のその桜の時期っていうのは出会いもあるんですけど、別れの時期として歌われたりすることが多くて、そしてやっぱり夏の終わりがやっぱりちょっと寂しいねとか、そういうようなニュアンスで伝われることが多いんですけど、伝えられることが多いんですけど、どうでしょうね。意外となんか真冬になんか別れみたいなイメージがないかな。それは僕だけかもしれないんですけど、そういうなんか日本のそういう独特のそういうなんて言うんだろうな、心の文化みたいな部分も合わせて、いろんな映画とかも含めて楽しんでいただければいいんじゃないかなと思っています。ということで、そろそろね、夏の終わりみたいな、そういう今日はお話でした。なんかいろんなお話をしてしまったんですけど、皆さんも夏の終わりどんな感じですかね。よかったらコメントとか、メールでいただければ嬉しいなと思っています。ということで、今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。また明日以降もよろしくお願いします。ではでは。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。この番組は毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしています。ポッドキャスト、YouTube のフォロー、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回の Easy Japanese でお会いしましょう。ではでは。